はい、どうも、リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、完全に寝起きなんですけれども、ちょっと買い物に行こうかなっていうところで、昨日ね、開けたばっかりのルックブックの話ではないですけれども、ちょっとコーディネートをどうやって作ってるのかっていうのをやっていこうかなというところでございます。まずね、どれで行こうかな寝起きでね、ちょっと喉が本調子じゃないですけど。で、この間買ったこのスカート、まあ袴風のねスカートを使っていこうかなと思います。で、これどこで買ったかっていうと喉本当やばい、ちょっと水飲もうかな。ちょっと、はい、生放送じゃないのに水を飲むっていうね。なんだろうね、寝起き最近喉おかしいんで、風邪ではないと思うな。うん、潤った潤ったけどちょっとおかしいね。はい、で買ったのどこかっていうと、これは札幌のね、地下歩行空間で、そのリメイクした服とか、ハンドメイドのものとか、まあフリーマーケットみたいなのがね、そこでやられるんですけど、出店されて。で、そこでね、たまたま一目惚れして買いました。で、これと一緒に買ったのが、この羽織。この羽織買って、その時にね、こちらも一緒に買ったっていう状態になります。ちょっと、あれだね、電気より前になるとちょっと色合いがわかんない。ちょっとね、紫系のスカートになります。で、これを着たいので、とりあえず、下には、スカートの中ね、にはこれを着ていこうかなと思います。ちょっとサクッと、端っこでね、着替えようかな。よいしょ。さあ、 T シャツは何を着ようかしら。で、なんかずっと喉おかしいな。とりあえずね、これをまず下に履きまして、よし。で、お買い物行くんで靴下だけ先に履いちゃいましょうか。よいしょ。で、ほんと買い物だけなんで、トートバッグ、はい。で、どうすかな。多分ね、上は黒いやつの方がいいなーって感じなので、この T シャツにするかな。この T シャツ着よう。で、なんか和服合わせにしたいな今日は。これがね、こんな感じなので、結構洋服チックなんですよね、どっちかったら。なんで、上は和服系にしようかなってなると、これじゃなくて、いやー、和服チェックで行くんだったら、羽織を着たいね。この羽織じゃないですかね、だったら。うん、この羽織にしましょう。で、この羽織にするんだけど、羽織の中に着るものを、ちょっとシャツ系にしましょうか。これだな。これだな。うん。これ合わせて、で、今日は腰にポーチをつける必要はないので、ほんとちょっとそこまでの買い物なんで、
ちょっとそこまでの買い物の時は腕に、はい、いつもつけてる、まあ自分で作ってるパワーストーンのですねを1本と、これが一番ね、うん、お気に入りかな。でここに、あ、これクロミちゃんのクラス14のコラボの時計です。つけて、で指輪っていうか、ピアスじゃないや、イヤリングも片方だけつけて、片方だけっていうか、こっちはこの蝶々のやつつける前に見せた方が絶対ね、はい、この蝶々のやつをつけて、でイヤーカフ、クラミちゃんをつけて、でもう片方は一個だけ、こっちはね、耳たぶのとこだけですね。で左手はね、いつも指輪をがっつりつけちゃうんだけど、小指はこんな感じのつけてます。でこれに重ね付けで蝶々をこうやってつけます。で薬指は奥まで入れないで、なんだっけ、ファランジリングだっけ、なんだっけ、あの中間のリングとして一個つけて、で中指が3本を重ね付けしてます。はい、3本を重ね付け、こんな感じ。間に蝶々のやつがあって、下が普通のシンプルなリングなんだけど、ブラックダイヤモンドがね、ちょっとついてるやつですね。で、一番上が、ピンクゴールドのやつですね。ちょっとキラッとしてるやつ。で、人差し指には、こんな感じ。ハート型のやつね。で、なんでハート型を人差し指にしてるかっていうと、これなんか占いのね、つける、指によってっていうので、良縁をっていうところで、で、心からのつながりとか良縁とかっていうのが人差し指をね、司る指らしいんですよ。いろいろ調べてたら。なんかね、神様の名前が書いてあったんだけど忘れちゃったんだけど。で、そんな感じでってとこですね。で、休日とかは、小指にね、クロミちゃんのコラボリングつけて、で、こっちの薬指に、3つだけ、こんな感じで、つけてあります。えい。これで OK でしょ？で、よいしょ。これに、この羽織をね、羽織ってやるだけでこんな感じになります。はい、結構いいんじゃないこれ。こう、中はこれは刺繍ね、実際に刺繍されてるやつでね、ちょっとね、刺繍もちょこちょこね、こうなんか物が引っかかってほどけてる部分が実はあるんだけど見えないね。でもね、見えるほどじゃないだろうね。わかんないね。あ、ちょっとわかるか。ほら。ほつれてたりしてるんだけど。はい。の、まあ、こういう感じのね、刺繍柄のシャツに、今日はこのスカート。で、中はね、スカートをまくっても大丈夫っていう状態ね。はい。で、上に、こんな感じで、羽織を着るって感じですね。で、今ね、撮影で使ってるからスマホは後で入れるんだけど、今日は外で髪をいじることはないので、これは外します。これ、櫛と、
櫛と鏡とヘアピンとか、もう髪の毛周りのことをいじるものと毛抜きが1本だけ入ってます。なんでまあ身だしなみ整えセットなんですけど、今日は外で身だしなみ整えはないので取っちゃいましょう。で、はい、これがケイドスペードのね、スマホショルダーなんですけど、裏に薄くね、はいはい、うっすらと、これがハンカチ入れです。なんでこうしてるかっていうと、これ私の結構なんだろう、潔癖な部分っていうかあれなんだけど、濡れたハンカチを他のものと一緒に入れたくないんだよね。だから、ハンカチのみの、もうハンカチしか入らない、薄いやつ。で、これでね、例えばっていうか、普通にね、こうやっても、ほら、ないように見えるね。あるんだけど、ほら、薄いから邪魔にならない。ほら。わかる？ね、邪魔にならない。ほらって言ったってね、わかりにくいんだけど、ほう、全然邪魔にならないので、こういう感じで、ってとこですね。あとは、おうちの鍵。そして、メガネをかけて、で、髪がちょっと、今日、なんか、調子が良くないんで、帽子、いや、今日これじゃないな。今日はこれかな。ちょっとね、結構前なんだけど、ちょっとおすすめされて、いいんじゃないって言われて買った、レザーのバケハ。ああ、いいんじゃない？レザーのバケハ、いいでしょ、これ。ほら。こんな感じ。うわ、なんか、ヤンキーみたいな状態だったし、あと、この状態だとあれだね、仮面ライダーの、平成ジェネレーションかな？パーリーのダンスの途中のやつ。ダパンプというか、イッサが、歌ってたやつだよね。こうやって。それみたい。はい、こんな感じでございます。今日はネックレスもなくていいかな。あとは、お財布を持って、財布。で、ちょっと買い出しにね、行ってこようかなってところでございます。うん、荷物的にはこんな感じですね。なので今日のリントさんの格好は、こんな。ただ、外ちょっと寒いんで、これに、軽く上着をね着ていきましょうか。さあ、こんな感じでいかがでしょう。はい、っていうね、朝急遽撮った、ルックブック動画でございます。これはなんかこのまますぐ動画上げようかなと思います。こんな感じで毎朝服を決めてます。はい、どれ使おうかなっていうのをなんとなく決めて、今日は、これをね、これ。このスカートを使いたいなっていうので、決めて、で、そこに合わせたものをセットアップしていくっていう感じですね。満足。いいんじゃない？こんな感じでございます。はい。こんな感じでね、またルックブック、上げていこうかなと思う。多分休日のルックブックが多くはなると思うんだけど、会社行く日は、ちょっとこうやって撮ってる暇はないので、もう頭の中でこれとこれとこれとこれだ、じゃ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 みたいな感じでやっていくので、はい、そんな感じでございます。はい、ということでね、今日は、ルックブックの、どんな感じかっていうのを撮ってみました。またこんな感じでね、動画アップしていこうかなと思いますので、よかったら見てください。それではね、この辺で終わりといたします。で、皆さんね、よかったらなんですけど、こちらチャンネル登録だったり、高評価、そして、X、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらのフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。
後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では以上、リンドでした。バイバーイ。